一名な主軍は、北海道根室振興局の軍。人口4597人、面積3 9 7 7 2キロ平方メートル、人口密度11.6人、軽平方メートル。以下の一町を含む。1879年に、行政区画として発足した、当時の軍域は、上記一町に、市別軍、市別町の一部を加えた区域にあたる。 軍の名前の由来は、アイヌ語の、メナシで、現在の根室振興局一帯を指していた。江戸時代のメナシ軍域は、マサキ藩によって開かれた、根室ロ場所に含まれた。マサキ藩の、白木の記録によると、元奈元年から元奈七年頃、メナシ地方のエゾが、百隻近い船に、ワシの羽やラッコの毛皮などを積み、マサキで交易したと記録されている。 完成元年、江戸の人々が放棄した国なしり目なしの戦いが勃発、目なし地方でも多数の和人が殺害される。同年、ラウス温泉が発見された。江戸時代後期、木なし軍域は東江戸地に属していた。南下政策を強力に進めるロシアの脅威に備え、完成11年目なし軍域は天領とされた。文政四年に一旦、 正木藩半に服したものの、安政2年再び天領となり、藍津藩が警護を行った。また、ラウス神社の創立は、安政年間と伝わる。安政3から4年頃、知床半島伊王山の噴火があった。安政6年の六藩分領以降は、藍津藩領となった。母親戦争終結直後の1869年。 大法律領の国軍里政を踏襲して、目なし軍が置かれた。北海道目なし軍の松村突起なき場合、根室、千島歴史人命事件による。ありがとうございます。